はい、ありがとう整体の平野です。ご視聴どうもありがとうございます。まあ、石灰化と靭帯の緩みね、ちょっとこれ結びつけて、まあ、靭帯が石灰化するというね、話をされている先生方もね、結構おられて、まあ、ただ、それがなぜ石灰化しやすいかというふうに考えた時にですね、これはまあ私、個人の考えではあるんですが、緩んでいるものを、まあ、どうにか止めなければいけない。で、まあ、普通はですね、周りの筋肉で、まあ、緊張を作って、まあ、守るという形なんだけども、ある場合は、そこに石灰化をすればですね、その、まあ、緩みというかね、この、ぐらつきが、まあ、抑えられる。で、ある時はもしかしたら脂肪がね、この今、当院で言うと、皮下脂肪をね、今コントロールするという形でやってる部分もあるんで、あるんですが、まあ、その底に脂肪をね、蓄えるということもあるかもしれません。とにかくこの靭帯の緩み、が、まあ、出産だとか、麻酔だとかですね、あとは、まあ、突発的な事故、まあ、尻もちとかもね、関係する場合もあるし、あと強いね、このストレス、悲しみとかね、そういったものにも、で、まあ、緩んでしまう。これは脳のある意味、ちょっと勘違い的な部分なんだけども、ただそれは、逆にそれと勘違いしたまま脳が律儀にね、その状態をキープしてしまうという問題があります。ですから、これはストレッチをしたり、まあ、運動をしたりね、温めたり、引っ張ったりね、しても、治らないんですね。これは脳からの指令をもう一度ね、切り替えてあげる必要があるという、そういった、まあ、世にも珍しい主義になります。そして、まあ、石灰化の方もね、非常に本当に、体中皆さんこう石灰化している反応はね、すごくあります。まあ、その石灰化の理由としてですね、まあ、大きな呼吸ができない、まあ、体がね、この食べ物がね、こう酸性の方にね、傾く。そして、まあ、塩分不足もね、私は、関係していると、思っています。その他に、まあ、乳製品、まあ、甘いものね、油というものもね、さっき言った、その酸性化の方にね、持っていって、そして乳製品、これはまあ、カルシウム系がね、まあ、多分今、皆さんカルシウムは実は足りていて、余分にね、こう、取りすぎているような、気がします。そんなところで、今回は、靭帯の緩みとね、それに伴う石灰化というね、まあ、テーマについてお話しさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございます。